じゃあ何回でもやんな。見てなかった。相手がさ、緩いボールだったら別にちょっと引いても間に合うからいいの。強いんだったら引かない。鷲津もちょっと遅いね。ちょっと郡司見てて、寄ってからこう監督打つ前に、左動いたでしょ今。そう、あれがいいんだけど、鷲津は監督が打つ時にピッて寄っちゃってるから、打つ前に寄って止まった状態でスプリットステップする。そう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 。うん、あれが普通。うん、あれが普通。そう、位置は合ってるけど、まだ引いてるよね。そう。位置はさっきよりいい。おお、ナイスショット。あれぐらいじゃない？限度。引く限度あんぐらいじゃない？間に合えばいいんだけど、間に合わないぐらい引いちゃったらまずい。おお、ナイスショット。やっと良くなった？いやいや、ちょっとしかやってないでしょ。積み重ねって。でさ、引かない代わりに押さなきゃダメ。意味わかる？だからさ、引かなかったら、うん、こう押せない。いや、あのね、ここが例えばこうさ、こうしといて、ここちょっと広げといて、こう行けば前押せるんだけど、ここ狭いと押せない。わかる？こうしてこう行くのと、この構えからこうするのとって全然違うでしょ。だからちょっとこれ系なんだよ。だからこうしてゆとり持って構えてからポンっていけば押す力そんなに落ちないと思う。こうするから近すぎて押せない前全部。そしてフォアもいけるじゃん。そうそう。だからさ、ビーチボール抱えてるぐらいの感じ、構えてこうすればいい。お願いします。あ、丸だった。お願いします。あ、まあちょっと引いただけ。あとは慣れだよ。ああ、引いた。全然引いてる。力で対抗しちゃダメなんだ。ああ、引いた。まあ、あるかね。おお。ちょっと良くなってきました。積み重ね。はい。あ、そう。ああ、ラケットさ、寝かしてっからさ、篠塚寝かしてっからさ、立てればいいじゃん。寝かしてっからうまくいくの。立ててこういくの。おお、オッケーオッケー。まあ今のでちょうど合ってるぐらいでしょ。おお、オッケー。2球でしょ、はい、たった2球打ったぐらいで良くなってるって。ユンゲーがしました。ラストレーション。ちょっと待った待った待った。ボール。あれ。ああ。さっき行きました。